はい、始まりました。サリガ TV。イェイ。皆さん、今回も質問来てます。今回、女性の方ですね。彼氏と遠距離恋愛中です。はい。ちなみに彼氏は今、海外にいます。おー。私はもう性欲がもう限界で、オンラインセックスをしてみようかと思っています。おー。サリガさんはオンラインセックスって経験ありますか？あー。すごいですね。初質問、初クエスチョンですね、うん、なるほどね。私は電話でならありますね。どんな感じなんですか？電話で DOI ですよ。どこ触ってんのとか、はいはいはい、から始まり、臨場感出して、うん、電話でやろうと思ったなんかきっかけというか、それはこれね、超絶若い時の話なんだけど、超絶若い時私が多分ね、いくつだろうな、10歳にも満たないぐらいの年齢なんじゃない？え大丈夫かな、大丈夫、 YouTube 大丈夫かな。まあそんぐらいの年ぐらいに、はあ、高校生ぐらいの男の子とチャットみたいなのでさ、その時流行ってたのがチャットだったんですよ。でそっからなんか電話しようっていう話から、でちょっとオナニーしてみてよなんて言われちゃって、でも私10歳ぐらいだからオナニーなんて分かんないわけで、オナニー分かんないからこっちから仕掛けようと思って、あいつの声聞きたいなーなんて言って、それが始まりですよ。10歳に満たなくてそんなそんなポテンシャルすごくないですか？でそっからはなんか定期的にそういうのあったんですか？もう1回だけ。いや、定期的にあったね。定期的に、定期的にエッチな声を聞かせてくれた高校生のところ子。サッカー部。ちょっとまあ仮になんですけど、サリナさんがオンラインセックスするとなった時に、うん、こういう風にやったらいいんじゃないかみたいなって思いついたりします？彼氏どうしたいんだもんね。どうしようと。彼氏に見せつけるセックスを。え？もう一人呼んじゃう。今ね、V もそういう設定結構よくあるんで、それが一番興奮するのかもしれないですね、彼氏。今はさ、呼べるじゃん、レンタル彼氏とかさ。なるほどなるほど。それこそ出張ホストなんて頼んじゃったりして、はいそこでなんかこうやってくれるじゃん、いろいろ。なるほど。それを見せつけつつ、ちょっと女にしてよ。燃えない？普通のより。確かに。え、なんか俺の彼女他の男に触られて感じてんなみたいなちょっとイカれてるかな、その思考まあでもなんか言わんとしてることはわかるっすね。うん、イカれ思考かもしんないけど、それもありなんじゃない？なるほどなるほど。なんかちょっといろいろなんか例みたいなのあったんですよ。例えば一緒に AV 見ながらやったらどうかとか、うん、あー、やっぱ普通の人の考えじゃないおもちゃをなんかこう使ってやっ、うん、お互いにやればいいんじゃないとか、はいはい、あみたいな感じだったんですけど、はい、今回答えはもうそういうことだったいや、サリスさんはちなみに遠距離恋愛の経験はあるんですか？はい、遠距離恋愛の経験はなしですね。無理だもん、絶対やると思うじゃあ仮に今彼氏がいたとして、うん、週何回とか月何回会うのが理想なんですか？あ、でもね、会うのは2週間に一遍。意外と合わないんですねでもやりたい気持ちはいっぱいある。やりたいのは週5ぐらいやりたいんだけど、セックスは週5が理想だけど、彼氏とそんなに会いたくないから。なんかそういう理由があるんですか？飽きない昔からそうなんですか？まあ、好き好きの時もあったけど、結局やっぱり一緒に過ぎると嫌な点も見えてくるじゃない。なるほど。っていうので程よい距離感が続けば続くほど続くんじゃないかっていう、なんだかんだだからたまにぐらいがいいんじゃないって人とは。なるほど。なんかこう遠距離恋愛をしているカップルになんかアドバイスというか一言なんかあれば、辛いことも多いと思うんですけれども、ぜひ乗り越えていいカップルになっていただきたいなと思います。ありがとうございました。